どうもラムです。ラムズッキュン。今回はおっぱいを作ろうと思います。というのもですね、さっきビルちゃんとドライブしてたんですよ。ドンキにこう買い出しに行ったんですが、おっぱいっていう文字を見つけてしまったんですね、二人で。で、なんだろうおっぱいってこう見てみたら、なんかおっぱいを作れるキットが売ってたんですね。しかもそのキット硬さをこう調節できるということだったので、私のこのおっぱいの硬さと同じおっぱいを作ってみようじゃないかということで、作ってみたいと思います。おっぱい作るキット皆さん知りたいと思いますので、見せたいと思います。こちらです。じゃじゃん。自分で作るプリンでビッグおっぱい。こんな題名だった。好みの硬さと弾力に調節できる特別に開発したプリンミックスです。素晴らしいですね。これを自分で作ってみて、分量を皆様にお伝えすれば、誰でもご自宅で私のおっぱいの硬さを堪能できるという内容ですね。 F カッププリン型2個。まあ私 F カップじゃないんですよ。まあでも F カップみたいなもんなんで、 F カップで。F カップでちょうどいいですよね。そしてピンクプリンミックス 10g。 きっと乳首を作るためのものだと思うんですが、見てこれブツブツしてんの乳首。じゃあ早速キッチンに行きましょう。じゃあ早速これを開封していきます。よし、型が最初から出てくるんですが、こちらでございます。ちょっと待って、なんかちょっと長くね。こういうもう一回いきますよ。こういうことです。ピンクプリンミックス入ってました。多分プリン多いね。まずはこれを立たせるわけなんですが、そのためにお茶碗を2つ用意します。こちら、これにこう、まずカップに、計量カップに沿った牛乳 40mg を電子レンジまたはお鍋で沸騰直前まで温めます。すげえ少なくね。こんくらいじゃん、 40ml って。乳首だからじゃないの。あ、乳首だ。乳首だから 40ml なんだ。え、乳首からつくんだ。まあそりゃそうか、乳首だもんな。どういうことだ今のは。固めの仕上がりにしたい場合は水の量で調節してください。どうなのラムさん、柔らかめ固め。私胸固い。でちょっと固めに。はい、これでピンクムープリンミックスを加える。うわ結構赤い。夢の国で嗅いだことあるわ。確かにポップコーンのさ近くにあるよね。私の乳首も夢の国で作られたんだなってちょっと自信つくよね。いいのかなこんな赤くて。でこれを2つに固めて1時間だってじゃあ入れます、乳首を。えいや、バランスよくね。片っぽだけ乳首でかいの嫌だ。あ、やば、右乳首だけでかいかもしれん。はい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 、やば、もうすっごいとんでもない形の乳首が出来上がりそう。やばいよこれ、左乳首だけ事故ってるよ。こっちが右乳首で、こっちが左乳首。終わった、左乳首。それでは乳首を固まらしてる間におっぱいを作っていきたいと思います。牛乳960ml、340ml のお水、これで胸の硬さを調節するらしいんですよ。硬いんだよね。じゃあ300にしてみる。300が無難じゃない。300を入れ、大きい袋のプリンの素、これが詰まってるところですよ、 F カップに。気持ち悪い。でもラムさんよりかはちょっとちっちゃめってこと。ちっちゃいってことはもっとラムさんが詰まってるってことでしょう。いやーそりゃ生活しづらいよ。軽くかき混ぜながら中火。ごめんなさいね、私泡立て器うちこのちっちゃいのしかなくてまあね、私は思うんですよ、 C カップ大きくて D がもう一番素敵なサイズだと思ってます。もう C が一番いい。洋服も可愛く着れるし、あと大体ね可愛い下着はね E まで、 F になるとない。高くない？高い。
でも私ね、下着に金かけたくないからね、アマゾンでね、1000円ぐらいのブラジャー買ってます。だからよくね、インスタグラムの DM とかに相談来るんですよ。私も胸が大きくて困ってて、下着ランさんどこで買ってますかとか、ブランド教えてくださいとか言われるんだけどね、毎回ね、いやごめん、ドンキとかで適当に自分のサイズに合ってないの買ってるからアドバイスできないんだって毎回答えるんですけど、本当にね、こだわってないんですよね。そろそろこだわんないと胸の形崩れるぞってアドバイスされるんですけど、なんかそこにお金かけたくないんですよね、下着に。しんどい、もうほんとしんどい。男に生まれたかった。ずーっとそれはもう小学生の頃から思ってると思う。何の時一番しんどい？服？この服かわいいって買っても自分が着ると胸のせいでスタイル悪いみたいに なるし、狭いところ通る時に胸が絶対当たるんですよ、こうグーって。それが惨めもう悲しくなっちゃう。よく漫画とかであるシーンや。そう、あれはなんかよく書かれてるじゃない。あー胸がみたいな。いやもうそんな言ってらんないわ、クソクソ胸がと思って日々生活をしてます。これで粗熱を取って抜きます。結構あれだね、とろってんね。とろってる。けい、粗熱取れてるのか分かんないけど。で、乳首見てみます。荒れた乳首、こちらです。わお、うわ、荒れてる。なんかもう出血してんじゃん。大丈夫かな。こっちは、あ、ちょっと寄ってるけど。じゃあ、はいよ、入れていくよ。少しずつ入れないとこう乳首が浮いてきちゃうんだって。乳首浮く発言ってなんだよ本当だよ、乳首がね、剥がれてきちゃうんだって配膳してるみたいにおっぱい入れるよ、今。はい、マッパ入れるから並んでね。よし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 、できた。冷やしていきたいと思います。ここから4時間冷やします。はい、ということで、3、4時間経ってるんで、いけるんじゃないかという。ちょっと見てみましょう。固まってます、完全に。下めっちゃ乳首ですよ。わ、下すごい。あ、よくないね、これね。それでは、おっぱいに帽子がかぶさったわけですが、いきます。ランさん、これは目玉の親父です。目玉の親父です、これは。皆さん、目玉の親父です。うわー、え、触った感じどうなの？まあ、ラムよりはちょっと柔らかいかもしれないんですけど、めっちゃおっぱい。このゆっくり下に沈んでいく感じね。うわー、ちょっと乳首が暴れてますね、これ。こっちのおっぱいは、ほら、バストトップの方をいただきたいと思います。うわー、ぐろっ。うん、普通にプリン普通のプリンより弾力はあるね、確かに。さっき水少なめで作ったんで、さすがにね、乳首取るのはあれだったんで蓋したんですけど、今自分のおっぱい食べてる。どんな気持ち？痛くなってきた。あとね、なんか虚しい。じゃあぜひ大塚さんも横、じゃあ失礼して、横からチューじゃないのよ。うん、おいしいラムさんのおっぱい、おいしいやめろ。これドンキで990円で売ってたんで、私が買った時は500円で売ってたので、ぜひね、買ってみてください。必要な材料は牛乳でした。で、私のおっぱいのこう硬さに近づけたい場合は、入れるお水を 340ml じゃなくて 300ml にすれば作れると思いますので、皆さんぜひ作ってみてください。今日も見てくれてありがとう。
次の動画もお楽しみに。他の動画も見てみてね。チャンネル登録よろしくお願いします。